はい、どうも、こはけんです。運動ね、運動やっといた方が、僕はね、僕自身ね、運動部じゃなかったんですよ。てかいうか、帰宅部だったんで、全く運動したことが、ないんですよね。運動経験ゼロですね、でもね、底辺なんですよね。だから底辺やから、運動部に入っておかないといけないんですよ。だって、底辺の職場とか、バイトとかって肉体労働が多いじゃないですか。だから、運動で体力つけておいた方がいいんですよね。でもね、金持ちの家に生まれたらね、どっちでもいいんですよ。つまり金持ちは選べんねん。貧乏な家に生まれたら選択肢が自動的に運動部一択になんねん。てか逆に運動部学生の時やらなかったやつは多分きっと今うまくいってないと思うんですよ。あくまで予想ですけど。ちなみに僕はうまくいってない。自信はある。確実に。ね、運動ね、体を動かすこと自体ね、嫌いじゃないんですけどね。運動部、運動してる人間が嫌いだったんですよね。運動が嫌いじゃなくて。もう簡単に言えばね、人見知りだったんですよね。人見知りで、人間嫌いだったんでね。とりあえずね、怒られることがね、めっちゃ嫌いだったんですよね。怒られたくなくってね、怒られたり吠えられるのがね、めっちゃ嫌いでね。そんでね、それから逃げるためにクラブを一切やらなかったというね。今まで逃げてきたというね、逃げの人生ですよ。でも人間ね、もうね、逃げ切ったら勝ちなんですよね。逃げ続けるのはしんどいですけどね。立ち向かうのはもっとしんどいんですよ。そんなエネルギーは俺にはない。発揮してねえ。無理だ。ほんと。すべてにおいてのエネルギーがねえ。性欲もねえよ。何にもねえよ。何も残っちゃいねえよ。ほんと。そしてね、底辺の職場やって気づいたらね、まあ、とっとと辞めることですよ。そんな、なかなか続ける必要ない。友達とか家族のね、言ってることなんてね、もう気にせえへんで、もう辞めろ。辞めなんだろ、自分が損する。そして時間の無駄や。今ね、インターネットとかがあるんでね、好きなことやればいいんですよ。好きな情報を仕入れて、好きなことをすればいいんですよ。なんでわざわざね、知らん仕事してね、怒られてね、残業してね、自分のやりたいこと、ある時間が削られていくっていうのは、すんげえおかしいことだと思うんです。変でおかしいことだと思うんです。それだったらもうほんま、自分の好きなことして、金もらって、ね、どうせ時間に縛られるんやったら、ね、そっちの方がいいと思うんですけどね。まあ、ほとんどの人はそういう考えだと思うんですけどね。なぜかうまくいってないというね、謎の現実が存在するんですが。まあ、そういうことでね、今回の配信は、これぐらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。どうも、こはけんでした。